エナーテ・シテヒャーは旧東ドイツの陸上競技女子短距離選手で、1972年ミュンヘンオリンピックの100メートル、200メートルの2冠400メートルリレーでも銀メダル。さらに1976年、モントリオールオリンピックでもこれら種目で3つのメダルを獲得。1970年代を代表する女性スプリンターである。 シュテヒャーは非常に才能ある選手で、総高跳びや五種競技も行っていた。彼女が最初に国際大会にデビューしたのが1969年のヨーロッパ選手権で、この時は200メートルで銀メダルそして400メートルリレーでは金メダルを獲得している。次の1971年のヨーロッパ選手権では100メートル、200メートルの西北を制覇。 さらに400メートルリレーでも銀メダルを獲得し、世界のトップスプリンターの仲間入りを果たす。1972年ミュンヘンオリンピックでも前年のヨーロッパ選手権と同様のパフォーマンスを見せ、100メートルを11.07秒の世界新記録で金メダル。200メートルも22秒40の世界新記録で2冠を達成する。さらに、 翌1973年には主導刑事ではあるが100メートルで女性として初めて11秒の壁を破る10秒9の世界新記録も達成している。1976年モントリオールオリンピックでもミュンヘン大会に続き100メートル、200メートル、400メートルリレーの3種目に出場。女子100メートル、200メートルは東西ドイツの選手でメダルを独占する中、 100メートルでは西ドイツのアンネグレート・リヒターに次いで銀メダル。200メートルでも銅メダルを獲得。そして400メートルリレーでは前回大会銀メダルの雪辱を果たし金メダルを獲得。オリンピックで3つ目のメダルを獲得した。ありがとうございます。